はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やってきたのはこちらで、1874年佐賀の乱ということですね。はい、佐賀の乱、まあ要するに佐賀の反乱ということになるわけなんですけど、この江藤新平という人ですね。江藤新平という人が、まあ要するに担ぎ上げられると、祭り上げられてしまうという事態になってしまうということですね。まあ要するに首謀者ということなんで、まあ江藤新平がまあ最終的に死刑になってしまうということですね。はい、なかなかね、要するにみんなで明治維新をやろうと思っても仲間割れとか分裂とかっていうのはなかなか、終わらないということになるわけですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。